ちょっと下手くそですね。上手上手。はい、どうも、トカゲのおっさんです。今日はですね、こちらのだいぶ前に輸送中におぎれしたスーパーマックスノーさんの尻尾が再生していく様子をご覧いただこうかなと思います。ちょっとね、長い動画にはなると思うんですけど、なかなか面白い映像になっておりますので、よかったらね、最後までご覧ください。ちょっと見してね。はい、今の状態はこんな感じですね。大きいね、うんちをしてくれてるので、多分ね、お腹も空いてると思います。今からね、餌やっていきたいと思います。尻尾の状態はこんな感じですね。まだちょっと生々しい感じですね。餌与えていきたいと思います。消化に良さそうなね、ティビさんを与えていきます。反応はどうかな。お、いいねいいね。ちょっと下手くそですね。違う違う。今日はね、初日なので、しっかりね、尻尾のところ撮影しとこうかなと思います。この尻尾の再生がね、どのくらいで完了するか、今からね、観察していこうかなと思います。してね。はい、今日はね、こんな感じです。はい、今日のね、
この子の様子なんですけど、すごいね、急激に尻尾が生えてきましたね。こんな感じですね。なんか急に生えてきました。すごいね。ちょっと触ってみましょうか。ちょっと触らせてもらおうか。なんか硬いですね。はい、しっかり尻尾っていう感じになってきてますね。
ちょうど今脱皮してますね。尻尾のとこね、どうなるんでしょうか。尻尾のとこ綺麗になってますね。すごいすごい。もうちょっとですね。どうなんだ。すごい。体の色とほぼ一緒になりましたね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。スーパーマックスノーさんの尻尾が再生していく様子をね、見てもらいましたけど、今ね、こんな感じですね。尻尾の方ね、完全に再生しましたね。体との色合いなんですけど、なんかね、ちょっとまだ白さが足りないというか、どうなんですかね。まあほぼ一緒ではあるんですけど、ちょっとね、色が違う感じになってますかね。この色はね、おそらくあと何回か脱皮すると体とね、同じになってくるんじゃないかなと思っております。でね、再生日がね、こうちょっと触るとね、めっちゃ気持ちいいんですよね。あの、鱗もね、なんかないような感じで、巨峰のような触り心地ですね。すごいね、気持ちいいです。はい、そんな感じでね、今日はこれで終わりたいと思います。どうも最後までご視聴ありがとうございました。